どうも斉藤潤です。どうも山口直美です。セブンデイズサンデーのお店では毎週テーマを決めておすすめアイテムを紹介しています。今週のテーマはズバリスポーツです。はい、なんとあのプーマさんと、全面コラボレーション、これが2週にわたって続きます。はい、はい、ということでこちらをチェックしてもらいたいんですけど、なおちゃん、わ、これってもしかして、うん、スーパープーマ T シャツじゃないですか？そうなんですよ、正解です。これはね、スーパープーマくんというこのキャラクターがですね、はい、プリントされてるんですけど、はい、なかなか可愛いでしょ、これ。うん、すごい可愛い。ね。あ、こっちは自転車乗ってます。そうなんですよ。へえ。このね、ちょっとクラシカルなね、イラストのテイストがね、はい、いいなと思いますね。そうですね。うん、でさらにこのスーパープーマくんも、はい、非常におすすめなんですが、はい、こういったものもあります。これねシティ T シャツといって、これはねロンドンですね。時計塔が走ってる、はい、そうそうそう。それから、はい、こっちもありますよ、うん、東京もあります。うわ、東京面白いですね、はい、面白いですよね。斬新だわ、はい、こんな感じで、まあ、プリントもねこうすごくこうラバーがプリントされてたりしてね、はい、しっかりしていいですね。面白いなという感じでございます。うん、こんな感じの T シャツもあったりですね、はい、それから、これをチェックしてもらいたいんですけど、このシューズもね、はい、すごい軽い、すごく軽いでしょ、うん、そうそうそう、すごく軽くて、はい、もうこれ履いてどこでも行けちゃうっていう。確かにこれビーチとかもおすすめかなっていう。あ、水に濡れてもへちゃらですねこれ。そうそうそう、いいと思うよね。非常にねこういったアイテムで気分を上げていくっていうのはどうかなと、はい、いや素晴らしいと思いますよ。いいですよね、うん、ぜひですねセブンデイズサンデーのお店で、これらのアイテムをチェックして気分を上げて、スポーツ楽しむっていうのはいいと思います。いいと思います。